有馬マ・ライミナは、筑後久留米藩の、第11代の藩主。久留米藩・有馬家12代。幕末期、久留米藩主としての時期の意味名は、吉寄であるが、本校の記述では明治元年改名以後のライミナで、統一する。文政11年7月17日、第9代藩主、有馬頼ヨの七、男として、久留米城内に生まれる。校歌3年、イボ・アである。 第十代藩主、頼長が、重徳になったため、その養子となる。頼長の死に伴い二十歳で家徳を継ぎ、十二代将軍、徳川家吉から返旗を受けて吉寄と改名した。家徳継承に際して、十四位した、自重、中塚紗大輔に、ジョイ、任官された。なお、後の安政六年に、左少将に選任され、慶応四年に、 左中将に選任される。より長の後継については、聡明とされた弟の富野城を擁立する動きもあった。久留米藩では、水戸学を報じるグループ、天保学連がより長に起用されて反省に影響を及ぼしていたが、天保学連の若手で、より長に近似していた、村上和弘や野崎平八らは、一万一の際に、まずは、イミ名を立て、 富野城が15歳になったら藩主の地位を継がせるという副案を持っていた。一方、天保学連の指導層にあたる牧田持信や木村住人らはこれを知り、徴用の城を乱す者として反対した。天保学連は後継問題を契機として、村上ら内同士グループと牧ら外同士グループに分裂、以後長く対立することとなった。ライミナの知性は、 廃藩置県まで26年間続くが、この間は反省をめぐり、過信団の構想が絶えず、幕末という情勢の下で、尊能砂漠と結びついて激しく対立した。より長によって登用された天保学連と、有馬昌妃ら門閥派との対立に加え、天保学連も、戦術の後継問題から分裂し、牧安尾未ら外同士は、 尊能上位を主張し、村上和弘ら、内同士は、後部合体を主張するなど、思想的も隔たりを見せ、構想を繰り広げることになる。雷美名は、将軍、家吉の幼女、聖姫を聖室に迎えるため、今季、御殿新地区に巨額の資金教室を行い、財政難に拍車がかかった。加盟3年6月14日、江戸判定において、 主君に謝真を勧めたとして村上が賛成間淵光みに人情に及び居合わせた他の過労によって村上が斬殺されるという事件が発生する。翌過衛四年四月二十九日、初めて久留米に入部したライミナに対して外同士は反省改革を提言するが聞き入れられることはなかった。翌過衛五年ルー二月には外同士の過労脇。 稲児聖君が、ライミナに対して、内道士反省指導部に、主君配立の陰謀があることを申し立て、ライミナは、有馬消費さら反省指導部を捕獲、閉門処分を下すが、陰謀の証拠は発見されず、稲次による残言であると判断され、尊能上位派は失脚、稲次は改役、指導者である、牧田持信が撤去させられるなど弾圧を受けた。疑事件を経て、 久留米藩政は、門抜の象徴や村上の流れを組む不和正宏、今井久志ら砂漠派によって動かされることになり、安政6年には不和を、秋吉同総督に任じ、藩校の改革を行った。また今井久志の提言により、久留米藩は、上位路線から、改名路線に転換し、源氏元年からは、改正型の創設、国産商品の奨励、 洋式軍政改革を中心とした、反政改革が行われることとなった。クルメ藩は、夕日丸以下7隻もの蒸気船、洋式帆船を買い入れ、筑後川川口部の赤、津港を軍港として、諸藩では有数の西洋式海軍を創設した。一方、カ江の大国後に行われた、尊能上位派の撤去処,処分は、約10年に及ぶことになる。文久3年には、 出家先を脱走した牧をはじめ、尊能上位派の獅子らは捕らえられ、処刑が行われようとするところ、長州藩や中山忠光らの交渉によって、赦免された。牧らは、京都に、活動の中心を移すことになったが、8月18日の、政変で、京都を追われ、翌元時元年に巻き返しを図り、禁門の変を起こし廃止する。大政奉還後、 尊王上位派は勢力を盛り返す。明治元年1月には、賛成の不和正広が、小川真ぶみら尊王上位派に暗殺。同年2月には、尊王上位派の水野正名が賛成として、政権を委任されることとなった。これに伴って、砂漠派が捕らえられ、有馬昌さらは遊兵今井久志ら10名は切腹させられた。開花政策を評価する立場から、 明治2年順南重視士として検証される。クルメ藩は、王変隊を組織し、母親戦争では新政府側で出兵している。8月、吉寄は、ライミナに改名した。明治2年には、藩赤奉還により、ライミナは、クルメ藩知事に任命され、水野正名が大三次となった。明治3年9月、二強事件、クルメ藩難事件が起こり、 明治4年3月10日に東京の久留米判定が政府に接収された。判知事のライミナは壇上代の取り調べを受け、禁止が命じられた。明治4年7月、廃藩知見により、判知事を面刊された。同月、家族に劣する。明治7年家督を有馬まら氏に譲って隠居する。明治14年5月21日死去。 去年五十四、戸田勘吉、久留米少子は、雷ミ奈の知性について、軍政改革や、海軍創設を評価しつつも、一国分島、皇后期、乙倒れ、清水省庁、そのかほとんど三十年に及べり、かのと羊の反乱に至り、人材登人し、一反水防の姿をなせりと評している。尊皇上位派の牧田も信、水野正奈あるいは、 砂漠解明派の今井久し、不和正宏ら、それぞれに優位な人材がありながらも、藩内構想の中で枯渇させた点に批判が寄せられる。藩主主導の改革を行い名君として商用される、イボアに、より長と比較され、反省を帰りず有境にふけった、安愚な藩主と見られることもある。ライミナは法術に関心を持ち、鳥居流派か所流派を研究した。 慶応三年には、千歳流伝承を表し、自ら千歳流竜術を創始した。軍政改革の一環として藩内すべての法術を、千歳流に統一し、他の流派は捨てさせた。また、教育に関心を示した人物である。明治五年には、報告学者を解説し、五年ほど存続した。また、東京都中央区にある、中央区立有馬小学校は、 明治8年に、ライミナの寄付によって創立されたため、その名がある。久留米人物誌によれば、正室及び5人の側室との間に20人の子女があったが、多くは溶接した。平成新州家族体系は4男4女を乗せる。ありがとうございます。